こんにちは、今日はですね、先日こういう本を読んでみました、ジャーナリストの池上彰さんと、あと、元外交官ですか、で今作家の佐藤すくるさん、この2人が書いた本で、僕らが毎日やっている最強の読み方、こういう本を、つい1週間くらい前ですかね、読んでみました。で本の内容については、私いつも書評ブログを書いているので、この動画の概要欄の方に、ブログのねエントリー入れておくので、またそちらの方チェックしてもらいたいんですけど、実はこの本の中でね、書いてたのが、最近のこれ、ね、何政治とか、のニュースの基礎を学ぶには、小学6年生の社会の下巻の教科書を読むと勉強になるよっていうふうに書いてたんですね。で実は私、今中学1年生の長男がいまして、つい最近小学校卒業したばっかりなんですね。なので、はい、もう不要になった小学6年生の社会の教科書の下巻をですね、子供の部屋からちょっと取ってきました。で実際ちょっと読んでみました。で確かにですね、この小学6年生社会の教科書の下巻、立法行政司法とか、まあ、選挙権のお話とかですね、まあ、本当小学生でも、まあ、分かるような本当基礎中の基礎の内容を書いているので、まあ、本当ね、僕なんかも、政治のことあんまり詳しくないんですけど、まあ、この教科書読んで、あ、なるほどというふうにですね、本当基礎中の基礎を勉強することができました。ね、大人になってこの小学生の読むような教科書を読むなんて、アホくさと思うかもわかんないですけど、意外とね、私も今ね、もう40半ばなんですけど、こうニュースなんか、まあ私はほとんどテレビは見ないんですけど、ネットニュースなんか見ても、最近のこう政治ネタとかね、いまいちついていけないようなことがあるんですけど、まあ改めてこういう小学生の教科書、まあ特に公民の分野なんかを読んでみるとですね、非常に勉強になる部分がありましたんで、ぜひ、まあ私のような中年の方でですね、いまいち最近のちょっとニュース、まあ、特に政治ネタがわからないなという方いらっしゃいましたら、で、かつ、まあ、小学生のお子さんとかね、いらっしゃる方いらっしゃ、お子さんがいらっしゃる方いましたら、ぜひ、この小学6年生の社会の教科書の下巻、まあ、特にこの公民の分野について読んでみてはいいんじゃないかなと思ったので、今日、紹介してみました。はい。今日はちょっとね、動画は非常に短い内容なんですけど、また面白いネタがあれば、またブログの、ブログじゃないや、この YouTube の方でね、紹介するので、またぜひチェックしてみてください。はい、今日は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。